椎名結花が人生ゲームやった時にメイカに似てねってなってやっぱ似てた。うわしぐさ腹立つ。しぐ裕福な方に生まれちまった。悪いな。なんか親ガチャ成功かよ。あと FCF ってやばいなマジで。フィジカルモンスター歌いメーカーパワープロ初めてやった人が作るキャラクターみたいな。うわやおべさつき、それがシリガルになってちょっと玉残しするから。シリガルやばいやばい。下心がバレずにバレバレだ。お前に勝てりゃほらほらほら人徳捨てて理論値出してるからね今。すべて飲んだネトライだ。行きますか。ゼウス、アトラス、ヘラクレス、アキレス。じゃあ俺プレイちょっと見た目ちゃんと用意してきたから。私も用意した用意した。おばちゃんの服できました。おいおいなんでキャラメイクだけみんなちゃんとしてんだ。ゼラすぎる。メイカちゃん割とそれっぽい。メイカちゃんめっちゃすごいんだけど。いやこれね、かの椎名結花がデザインしたものをまま踏襲した結果になったんだよ結局ね。目三白眼どころじゃないけど。いやそうなんだよね。なんか俺開いてるよ。俺あの人のキャラで見て全然似てねえ。俺に似てるって噂だったのよ。椎名結花が人生ゲームやった時になんかメイカに似てねってなって、で見てみたんだけど俺からすると全く似てないっつったんやけど、アリモンのパーツで俺を作ったらやっぱ似てた。こうなっちゃった。おお、お前可愛くねえ。お前み緑。メイカちゃん。アイカラー入ってないか緑。これ何だよ。メイカちゃんマジ可愛くねえ。おお、かわしい。ならなきゃ。あまりに可愛すぎて知らねえばあちゃんからお前千円札握らされたんぞ俺ガキの頃。よーし。ああ、すごい。懐かしのルーレット。おお、やっぱこれなんだ。六でかくね。が、ザコ。ガキはレベル1。うぬ、しぐさ、腹立つ。しぐさ、なんか今日体験した食材はアイドル。えぇ、ー、すごい。将来俳優になるにはバランスのいい。そんな食材が賢いしぐさ、おもろい。徐々に視力が上がってそうな、うん、俺も、あ、待って。あったあったあった。俺も俳優か、歌手でもいいぞ。おー、野球選手。野球選手。おー、何人か人やってる。目のあたりがかなり才能感じる。あー、危ねお、ルイスちゃんだ。こんにちは。宝探ししようか。宝探ししよう。綺麗な葉っぱに小さな木の実。それは二人が選んだ宝物。なんかちょっとエモい歌詞みたいじゃない？なんか。エモチ類。うん。売れそうじゃん。なんでそんなに気力と体力上がるんだよ。おかしい。頭いい。やったー。おー、マジかよ。うわ、やったってことは、シェッ頭もらってよかったろ、今のできないやつが一人おるが。超電街に遊びに行くと、クイズラリーをやっていた。お、これは知的な俺にぴったり。クイズ用紙を受け取り、超電街をめぐって謎を解いていくと、イベントの景品としてフィギュアをもらえた。おー、ちょっと待って。うわー、そっち。何これ。ガキに何でも渡してんだよ。メイカちゃん、こういうの好きなの。ちげえし。何これ。お、なんだこれ。何これ。持ってるだけでお小遣いもらえる。ひょー、何ずる。最高。おー、おー。おお、まあ裕福な方に生まれちまった。悪いな、なんか。いいよ。親ガチャ成功かよ。うん。このフィギュア持ってからマジ調子いいわ。500円。やばい家のガキいるって。おい、親ガチャ勝ちすぎだろお前。ああ、悪い。今回って FX とかの話？親父、ちょっと今月されねえから500万くれよ。運動会で二人三脚の代表に選ばれたけど、パートナーを誰にしようかな。来た、選べる。あ、お。じゃあ。仲良すぎだろ。でーてー、おとなじあまりにも同じ服着てるしな、仲良すぎだろ。いいね。あ、一等賞を取れたぞ。一等賞ありがとう、渋谷春。感謝。ありがとう、渋谷春。ありがとう、渋谷春。やべ、これスポーツ選手でライバル関係になるパターンだ、これ。フィジカルも2渋谷春が。なんか伸び方尋常じゃねえんだよな。当たり国だろ。ビリビリビリ。こんな上がる。おおお、でもマジでかいいね。サッカー、行くでしょ。サッカー選手も。うわ、いいな、サッカー選手。ブレない。サッカー選手だよ。え、めっちゃいいじゃん。爆発してるって。うわ。うわ、マジか。めっちゃ踏むじゃん。配信者。あるよ。でもサッカー選手にお前はなるって。そうだよ。ないんだよね。ないな、そもそも。ないから一旦フィジカルでサッカーのあれを動画に撮るわ。あ、なるほどね。リフティング動画あげるか。無駄にはしないんだ。いや、いや、呪ってる人いない。うん。一。やべえやつ言って。新車。
あれ松本さんいない？モッティ。携帯端末をしまって。マナー悪いなモッティさん。うん、あら時間この時間に携帯を取り出しただけみたい。松ダメだよ。ダメだよ松。うん、授業を聞いてると突然眠くなってきた。寝ちゃう。寝ちゃう。寝ちゃうかい。寝ちゃう。俺バレずに寝るのクソうまかったからね。ハッと目を覚ますと、おおおおおどんだけ寝とんねえ。やったぜの顔やもん。ほら来た。アホやアホ。いやいやいや。下がれよこんなんは。え運勢？何運勢って？運勢？右上のあれか。いや一応お仲間を応援するために今日は8000の練習をすることにした。プレー、プレー。手を抜かずに全力で励むと力強い応援ができるようになった。あいつ応援してる。あお前応援部向いてるよ。お朝目が覚めるとすでに学校に行く時間に。学業に対して気抜きすぎだろさっき。いやー俺っぽいわ。こういう時は走るにかけ る, てる。なんとか授業に間に合ったセーフ。足速いけど疲れすぎて寝るか。授業受けろってマジで寝るか。シェーシェーアホがおる。あもう今日今日になった。仲間を応援するために発声練習でも俺には向いてないからな。でも手を抜かず全力で励むとあ力強い応援できるなった俺も。ちょっと待って FCF ってやばいなマジで。フィジカルモンスター歌いねえか。お全国大会出場。はいよ。主力を尽くした試合の結末はベスト4入り。え待ってこれ待ってメイカちゃん俺もしかしたら楽しみだなこれ。お前その大会で優勝した名前知ってる？誰が優勝したか。あ私が4ってことはってこと。そうなんだよねそうなんだよねそうなんだよね。うん、誰が優勝したのかなって。誰が優勝したのかなって。学校行事の一環として山岳マラソンが行われた。感想なんて余裕余裕。運動部ならトップを目指さないと。トップ分かる分かる。毎日いやできないできない。俺全国1位になってっから。おやばいぞ。待ってるじゃねーかよ。来たこれ来た。やだやだ。誰がいやいや、まあまあいいんじゃない。ベスト4視力を尽くした結果は、ま、だ分かんないから。はいはい。バケモン。おもろ。300万ってマジか。もう化け物生まれてるって。フィジカルモンスター生まれたぞこれ。球技大会が行われた。学年性別関係なくクラスごとに戦う過酷なトーナメント。そんな、そんな過酷かな。頑張って全体をまとめ上げてみんなを優勝に導いた。やるよ。モテそう。おい来た。モテた。モテた。モテたわやっぱ。あでこれ優勝俺なんだよね。優勝かなこれ。あ、でも優勝はしない。まあ、別の大会かな。じゃあ、私も優勝してよかっただろじゃん。中学もう終わったんだけど。早いなぁ。じゃあ…メイカちゃんだけおかしいだろ。バケモンいるぞ。体力 B バケモンいた。パワープロ初めてやった人が作るキャラクターみたいな。ずっと筋トレだけしてる。はい、早速最初の出会いをしてみましょう。気になる人は自由に…もう選ぶの。選べる。ショートカット女。サツキって言うんだ。おーい待て、おいちょろすぎる。ちょろすぎる。ちょろすぎる。ちょろサツキちょろすぎる。サツキちょろすぎる。ちょろ。あ、でもそうか、モテんのか。さあ、ルイスさん、パートナー。パートナー選べるぜ。うわ、どうしよう。あ、待って待って、サツキいるよ。サツキいるよ。サツキいる。うわ、やおぜ。サツキいるぜ。すごい。金持ちっぽいの選ぼう。いや、玉残し。なるほど、ね、ギャルか、ギャル同士か、ギャル同士かお嬢様。それがシリガルになってちょっと玉残しするから、ね、シリガルになる。まだ金持ちかわかんねえってこいつ。貧乏なだけかも。スラが金持ちよ。でもギャル同士で行くか。ギャルかタオル子。タオル子お金持ってそう。そうやばいやばいやばい。全然やばい。やばいバレてるバレてる。やばい下心がバレすぎる。バレバレだ。浜辺バーベキューやってきた。塩かけの炭を持ってくるの忘れちゃった。どうしよう。誰や。誰誰誰。なぎさ。もう新しいの出たぞ。顔似てるよこいつ。出会いのマスなんだ。聞いたおお。いろんなやつにツバつけてかないとね。誰だこいつ。可能性残さないと。え特に用事もない。で勉強させてよ。なんか嫌だよ。なんかこの異性を選んで、あーふんこういう子がタイプなんだみたいな感じの嫌じゃん。いいじゃん別に、うん、いやだよ。いやだやだやだ。何怖がってんだよ。でも俺こいつにするわ。こいつにしよう。そいつの心とかった。俺はマブになるこいつの。あらいい子で笑うじゃん。流行りのおしゃれについて教えてもらった。あらジュン。もうセンス爆発。でも
いや、まあ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 、でも お前だって 18% とかってだって、うん、俺の方がまだ歩み寄れてるよ、うん、ホシオンカオルコか、うん、このあ、この子ね、都市大文化部っぽい子、そう、ホシオンちょっと奪い合うか、奪い合うか、おーすごい、カオルやめろ、モテるカード持ってるやつ食ったよね、でもなんか一人いや確かに出会ってたな、出会った、確かに出会った、カオルコは私のものだから今なら空いてる、うん、早いな、つばつけんの取り合いということで、取り合い、熱いぞ熱いぞ、これ熱いぞ、ブンカブっぽい子いけよ、心ハート、おいおいおい、全然ちゃい、全然ちゃい、ウイフさんの3倍が持てるか、やっぱもう、うわ、ギャルっぽいってなったよな、うわ、出会いが、あ、出会いが、あ、出会いが、出会いが、出会いが、未来の事実発表会に遊び、カオルコ来るかもしんねえのに、カオルコ確かに、おい、どっちを取り合うんだよ、これ、おい、あー、ルイスさん、やべえ、だって、2人取り合ってたわ、おもろすぎる、ルイスには誰もいないよ、もう何も得られないんだ、ルイスは全部取られたんだけど、全部取られた、めっちゃタイプやったんやろな、なぎさ、めっちゃ取られてるって、全部で取られた、横断歩道を渡ろうとすると、塔から救急車のサイレンが聞こえた。あ、こっち向かってきてるようだ、これ急いで渡り切るわ、人としてどうな、よくないね、今日が大橋に向かうぞ、うん、確かに急いで渡り切ったら確かにフィジカルが強化される可能性がある、確かにあるな、モラル終わってんじゃ ん、まあ、やっぱ体鍛えたいからな、やばいやばい、やばい、足って割っちゃえばそれほど時間かからないよね、救急車やった、いいことした風な表現だめちゃくちゃ増えた、インターハイ出場することになった、視力を尽くした結果はお前に勝てるやつ、おらん、ほらほら、バケモン今んとこ理論値出してる、俺の中ではもう敵がいない、まあ、人徳捨てて理論値出してるからね今、おいうおい、きたー、体力減った、おい、あざーす、いや、こっからよ人生、高校、あの高校まで限定のやつはね、おい、なぎさねえ、どっちなぎさねえ、すいませんね、ふざけるな、めちゃくちゃ気に入られてるやん、ジュン全然出てこんかったな、ね、なんか俺歩み寄れたのかな、俺そんなやな、最悪の高校時代だった、すべての女寝取られた最悪だ、最後までご視聴いただきありがとうございました、この動画が面白いと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします、コメントも